4月3日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。僕は占い師ではないので、占い師さんが出した結果を読み上げさせてもらいますね。4月3日生まれの方はたくさんの才能を持ち合わせた情熱的な方です。強い直感力と洞察力を利用してチャンスをつかみますので、人生全体を通して幸運に恵まれています。子供のような無邪気さが魅力的な方で、素直な性格で裏表がなく、いつまでも子供のような心を持ち続けています。また、旺盛な好奇心と遊び心を持っていますので、面白いことに目がありません。ひょうきんなキャラクターや楽しい話で、周囲の人たちを楽しませることを生きがいに感じています。感性が鋭く、人の心の動きを素早く察知することもできますので、笑いを取るときに嫌な思いをさせることもありません。その温かく楽しい雰囲気に惹かれ、周りには常に人が絶えることがありません。まっすぐで一本気のあるところも大きな特徴の一つです。目標を定めると達成するまで一途に努力を続け、成果を出すまで諦めることはありません。モチベーションと集中力の維持にも秀でています。まっすぐな性格は正義感にも通じるところがあり、ルールやモラルを逸脱した行動に我慢がならない傾向にあります。スルーしたり本音と建前を使い分けてごまかしたりするということは一切せず、いつでも本音でぶつかっていくのがモットーな方です。素直なところも大きな魅力の一つで、周囲の人は信頼を寄せています。しかし大きなトラブルになったり揉め事が原因で孤立したりしないように、うまく受け流す方法も身につけてください。また意思を通したいという思いが強くなりすぎて、周りの意見に耳を貸せなくなることもあります。周囲はあなたのことを思って伝えていることを忘れずに柔軟に対応してください。時々感情のコントロールがうまくいかなくなることがあります。普段はとても温厚で落ち着いているのですが、自分に対する自信のアップダウンにつられて感情も乱高下してしまいます。自信がなくなると落ち着きもなくなり、冷静な判断ができず、自信が満ち溢れすぎると傲慢な態度をとってしまいます。そういう時には周囲と対立したりトラブルを引き起こしたりして、ストレスの高まる状況を招いてしまいます。いつもの自分と違うと気づいた時にはゆっくりと休み、信頼できる人に話してリラックスする時間を取るようにしてください。冷静になればいつも通りに戻って、人と上手にコミュニケーションを取ることができるはずです。しかし年齢の高まりとともに平穏を求める気持ちが出てきますので、頑固さや感情の波は自然に収まっていきます。肩の力が抜けて程よい緩さを身につけることで、もっと生きやすくなり、さらに人生を充実させることができます。恋愛運、自分に向けられる好意を敏感に感じ取るタイプの方ですので、恋愛の機会を逃すことはめったにありません。普段は先生のような立場で周りに接していることがあり、頼られることの方が多く、
友人や職場の人に対して自分から甘えるということはほとんどありません。その反動で信頼する恋人の前では子供っぽい面を全開にして甘えることが多くなり、振り回してしまいがちです。自分の感情を表現したいと強く思っていますので、パートナーに対してはあらゆる言動で愛情を伝えようとします。もともと献身的で思いやりのある性格ですが、恋愛中はそれらの性質がさらに強まります。一方で疑い深くなったり優柔不断になると愛情に確信が持てず、不安を抱いたり頭が混乱したりします。ネガティブな感情を抱くと自己中心的な言動に走ってしまう傾向がありますので、注意が必要です。イライラしたり頑固になったり、あるいは無責任な行動を取ることもありますので、忍耐力を養い人の助言に耳を貸すことが大切になっていきます。また自分自身がパートナーに依存してしまっている場合や、相手があなたに依存している場合には、本来の愛を見失ってしまうことになりますので、注意が必要です。お互いが依存症に陥らないためにも、自分自身を大切にし自尊心を高めていくことが大事です。仕事運、持って生まれた創造的な力と直感力が刺激を受けると、才能が相乗効果を起こし優れた結果を残す仕事を成し遂げます。真面目な上に決断力がありますので、自分が選択した職業でトップの座に立つことができます。権力と能力をあるがままに使い、教育業界や産業界、そして政界など、特に指導的あるいは管理的な立場について成功します。さらに広告業や弁護士、科学者や銀行員などにも向いています。持ち前のコミュニケーション能力を生かして営業や交渉の世界でも力を発揮できます。頭がいい上に直感力がありますので、分析力やあらゆる知識を集結して投資関係でも成功することができます。想像力を生かせば音楽関係でもその才能を開花させることができます。あらゆる仕事に適性があり、どの業種でもうまくやってのけるタイプの方ですが、あまりにも権力を振りかざして自己中心的な仕事のやり方をすると周りから孤立してしまいますので、注意してください。また自分だけの力で成功したというような傲慢な態度も控えるようにしてください。金運、投資や大きなプロジェクトに関わる仕事で成功のチャンスに恵まれており、本来の価値を見分ける鋭い感性もありますので、経済的な安定をたやすく確保することができます。全体を通して金運には恵まれていますが、貯蓄が苦手なタイプの方です。楽しいことや人のために気前よくどんどんお金を使ってしまう傾向がありますので、お金の管理は信頼できる家族や専門家に任せた方が安心です。以上、4月3日生まれの方の占いでした。何かの参考にしてくださいね。